プラスファージャパン公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、仙太郎です。はい、今回はスズキのスーパーキャリーを紹介していきたいと思います。さあ、ということで室内入ってきました。はいはい、まあステアリングとかね、ちょっとねステアリング大きい感じがするけど、あ、ね、そう、パワステのありなし選べるんですよ。それだけでも値段だいぶ違うんでね。まあもちろんあった方がいいんですけど、なければ当然故障リスクが下がるということなんでね、そこが選べるのはスズキならではって感じですね。はい、でこれも 4WD ボタンついてるので 4WD に切り替えてぬかるみとか走ったりするところができます。でトラクションコントロールもついてる、前の車と追突防止、まあこの辺の機能は多分もう一緒ですね。はいはい、スマホ、はい、でこちらを、こっちのがねちょっとね使い勝手いいかもしれない。このドリンクホルダーはなんかいい気がする。はい、ナビもねちょっとこのおでこがついてることによってより見やすくなってるんではないでしょうか。はい、あ、ここにもスマホ入れてくださいみたいのがありますね。これね、これはいいんじゃないですか。これ iPhone 11 Pro ですけど、もうぴったりですね。ではこれ特徴的でした。ここね、なんかペン立てなんですよ。だね、仕事でさっと取ってチュチュチュって書くのに、これはもう持ってこい、ね、機能でございます。でもで、あとはまあここにね、もちろん物を置けるようになってます。ここは結構大事だと思います。で、コンビニフックはちょっとね、こう低いな。少し低いけど、まあ、ちゃんとあるだけでも、ね、全然ありがたい。で、グローブボックスは、車検証プラスアルファぐらいは全然入るので、ありなんじゃないかと思います。はい。違う間ね。はい、じゃあ、OK。で、何よりもここは広くていいですね。ね、ドリンクホルダーが、ここにもあるし、ここにもちょっとした小物入れがあるのに、さらにここにがっつり、これ何でも置けますよね、これね。まあティッシュ置いときゃいいんじゃないですか。で、トランスミッションは、ダイハツのハイゼットトラックの場合4速なんですけど、これ3速なんですよ。ただこちらね、馬力があるっていうことなんで、もしかしたらそんなに差はなく乗れるかもしれないですね。はい、ただ3速なんでエンジンが吹けちゃうので、うるさくなったりしないといいなとは思ってます。あ、これはあのオプションだと思うんですけど、ここに物入れるやつが、これめちゃめちゃ入るね、これはね。これだと何が入るって言ったらちょうどいいかな。ちょっとこれのね、もうもはや見えないけど、携帯置いて少しでも表現できればいいですけど、これめ、ね、このさ、屋根のこの物しまうのって全ての車にあっていいと思います。僕これだとタウンページだったら多分 1,2,3,4,5,6 6冊はいけると思いますね。ちょっとタウンページだから今時使ってる人いないと思いますけど。でもってシートなんですけど、でもこいつがねすごい倒れるって鈴木の方が言ってたんですか。あ、え、大変申し訳ございませんでした。あの前回の椅子の倒れ方がまあ謝罪だったら、もうこれは土下座レベルまでいっちゃいますね。もうなんならこのテーブルでちゃんとご飯食べれますよね、こうやってね。めっちゃいいじゃないですか。でこれが何、あ、本立てかなんかですかね。まあもうこうやってなんか動画を見ながらとかできますよね。これはすごい。でもこれである程度長いものをガンと乗せることができるので、これはちょっとあっ圧倒的に鈴木がいいところじゃないですか。これはこれはダイハツにはちょっと無理でしたからね。ここまでシートをね、もうペコリ。室内はね本当に死角のない、やっぱこの広さじゃなきゃもう俺やだ。軽トラこれがいいわ、本当にいい。あ、ジャッキとかここに入ってんですね。へー、でも後ろ、この椅子の後ろのもう荷室がめちゃくちゃ広いですもんね、これね。いや、これはよく考えましたね、本当に。じゃあ逆に、シートも今この状態でこれだけ倒れますけど、ちょっと位置変えますね。逆にあの、助手席で足を伸ばして横になるならどのぐらいいけるのか、見てみたいと思います。はい、今ですね、やったんですけど、なんとですね、シートが、こっち側には倒れるのがこれが限界でした。まあ別にいいんですけど、まあただ、かなりリクライニングはしてると思います。こっちにはね前回行くんですけど、こっちはもうこれ以上行かないように、だからこっち余裕あるんですよ。
まあ、寝るのはちょっとね、どこか別の場所で寝ましょうみたいな話ですけど、ただこれはすごいよね、本当に。テーブルがあるっていうだけでこれでね、半沢直樹のシーンみたいになりますよ。お前も謝れ、この度は大変申し訳ございません。これだと引っかかっちゃう。ちゃんとシートを一回後ろに持ってって、でその上でですね、半沢謝りなさい、申し訳ございませんでしたみたいなね。ちょっとあまり良くないですね、これ。バカにしてるみたいになっちゃう。いやでもすごいわ、これだったら。だってもうこの背中のところだけでなん、どんだけ物を置けるんですかね。もちろんね、ダイハツのハイゼットも結構置けたんですけど、このスーパーキャリーは本当にありえない量置けますよ、これ。いや素晴らしい。まあもう本当にこれが嬉しいですね。あ、もちろんパワーウィンドウついてます、今更ですけどね。さあ、ということでここまでは、まあね、荷物も詰める、もう椅子もこんなフルで倒れる、もうすごいってこと分かりましたけど、やっぱり一番気になるのは乗り心地。そうです、乗り心地です。どんな走りをするのか。もう正直ダイハツは普通にいい車じゃんと思ったんですよ。なんか乗ってて嫌な、こう軽トラならではの硬いとか、なんかなんだろうな、重厚感がないとか安心感がないが、もう全くなくて普通の軽の乗用車って感じだったんです。鈴木はどんな味付けの足になってるのか、実際に走らせてみたいと思います。さあ、ということで、続いて鈴木スーパーキャリーを実際に走らせてみたいと思います。あら、いきなりちょっとこう前にね、もうついさっきね、僕あのダイハツ乗ったんで、もう記憶がまだ新しいんであれなんですけど、いい比較になってるんですけど、あのね、確かにやっぱフットレストがないっていうだけでちょっと軽トラ感が結構強いんで、もしオプションであったらこれ皆さん絶対つけた方がいいです、フットレストは。ただですよ、乗り心地これもいい。むしろ多分ダイハツよりも柔らかめかな、いやいや少しふんわり感ありますけど、まあそれは乗り心地の良さとも取れるので。ただ静かです、こっちの方がエンジンサウンドが静か。なんでだろう、もう3速オートマだからこっちの方がエンジンになるかなと思ったんですけど、全然うならないですね。ブレーキとかも全然普通ですね。まあ、開発も静かだったらどっちもまあ静かだ。あーでもやっぱ3速オートマだから、あのステップ比が結構あるので、変速の時にグッてくる感じはちょっとありますね。ただ全然許容範囲ですけどね。でもやっぱ室内が広いっていうのがいいですね、正直。もうシフトでもなんだろう、こっちの方が車体が軽い感じもしますね。なんでだろう、何が違うんだろう。重さなんて同じぐらいのはずだけど、ちょっとこっちの方が若干お得かなと思うので、そういうところとかおすすめですね。またちょっとあえて市街地の細めの道に入っていきたいと思います。ステアリングのチップとかついてないですね。あったらいいな。いやでも小さいからも狭い道が何とも思わないですね。これね、分かりました。あの足柔らかいって思ってたんですけど、結構こうバネで跳ね返ってる感じがあるので、こっちのが多分重い荷物積んだ時にはいい動きかなっていう。どっちかっていうとこの最大積載した時にしっかり合わせてきてる感じで、ちょっと跳ねてる感じはありますね。空荷だと軽くは感じるけど、ちょっとこう突き上げ感っていうんですか、自動車評論家でいうとその感じはあります。ただ全然想像の軽トラよりもよっぽど乗り心地いいですけどね。あとね、 C ポジの自由度がより高いので、いいポジションを見つけられれば、あとね、ちゃんと右の肘がドアのところにやっぱり引っ掛けられるので、この体勢シフトに手を置いて、まあ、あんまり片手打てはするもんじゃないですけど、もしする場合はシフトに片手でハンドル持って右肘はドアのところに置くとちょうどいい。ただダイハツのがまあ、やや置きやすさはあったかなというところだと思います。ただいいよね、うん、ま
まあ、必要にして十分仕事に使うなら耐久性はこっちの方が、まあ、機能部品がちょっと少ない分いいのかもしれないですね。まあ、お値段分のやっぱなりでいいと思いますけど、ね、まあ、お値段以上ではあるかな。でもただ同じような形しててもメーカーによってやっぱり全然考え方味付け全然違うんだなっていうのをすごいよく実感できました。まあ、コスパとヘビーデューティーでいうと、まあ、やっぱり鈴木が勝つのかなと。ただまあその快適さとかっていう面までを加味すると、まあ、ダイハツもいいんじゃないかなっていう。これ本当に好みなんで、これ両方絶対乗った方がいいですね。軽トラ買おうと思ってる人は各メーカー絶対乗っとくべき。こんなに面白いな軽トラ。でもこれで室内の広さが圧倒的だからな、そこはな変えがたいよな。何もはい、ということで乗らせていただきました。はい、ということで鈴木のスーパーキャリーをご紹介させていただきました。軽トラなんてみんな一緒だと思ってました。だけどメーカーによってこんなに個性が違うんだなっていうのにちょっと驚いてます。で、まあ、まず乗り心地の方なんですけども、正直こっちの方がよりトラック寄りかなとは思いました。ちょっと突き上げ感があったりとか、ただ重いものをがっつり乗せた状態では走ってないので、実はダイハツよりこっちの方が荷物乗せた時は調子いい走りなのかもしれないなっていうのも思いました。で、次に、まあ、椅子が倒れるとかその辺の機能はやっぱりこのサイズのねやつなんで一緒なんですけど、助手席をね完全に前に倒すことができるっていうんで、それだけで仕事場が一つ作業ができる場所が増えるので、書類書いたりパソコン打ったりご飯食べたりができるっていうのは、まあ、それある種個性なのかなと、いい部分だと思いました。で、あとはまあ実際ちょっと使う人の用途によって変わってくると思うんですね。で、若干ほんと若干こっちの方がお安いっていうのもあるので、まあお値段でこっちを買う人もいると思うし、あとはこっちの方が荷物乗せるから俺はこっちの方が好きだ、仕事はするならこっちの方がやりやすいっていう人もいるかもしれません。そういう方にはぜひこのスーパーキャリーをおすすめしたいと思います。でもね、一つ思ったことは、軽トラとか、まあ、ハイエースとかもそうなんですけど、同じような車が各メーカーから出てるような車種は一回全メーカー乗った方がいいですね。あのプラスパジャパンに言っていただければ、その市場 の, あの段取りもいたしますので、絶対乗って各メーカー の, その考え方だったりとか特徴だったり個性だったり、まあ、いいところ悪いところ全部比較してから買った方がいいです。どうせ値段大して変わらないんで、自分に合うのがどっちになるかってのはそれぞれだと思うんでね、ぜひ皆さん比較をしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、今回は、軽トラ第2弾ということで鈴木のスーパーキャリー、紹介させていただきました。あれ、あと他に軽トラ作ってるとこありましたっけ。ホンダはまだ作ってる。まだ作ってます。じゃあホンダも今度持ってきてください。アクティ今度でも広くないですよ。あ、じゃあ大丈夫です。はい、広い軽トラを買いましょうですよね。はい、ということなのでね、これからもいろんな車どんどん紹介していきたいと思います。ここまではセンタロウでした。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。またねー。